はい、どうもメデオです。今回ですけども、フラワーシンデレラチャームの使い方講座やっていきたいなと思います。まあこのツムもね、難しいっす。はい、まあ難しいながらも、まあちょっとコツが2つあるんで、ちょっと紹介していきたいなと思うんですけど、まず1つ目はローズと同じで、スキル中は毎ツムを、できるだけロンチェで早くなぞって、ボムキャン、まあ、これをなるべく早くスムーズにやるというところが大事です。で、あとこれ特殊ボムが最後出るんですけど、これはですね、スキル中に使うと消去数が上がるので、ぜひそっちで使ってくださいというこの2点ですね。この2点が重要なんですけど、この2点を着目しながら、ぜひこの手元動画ね、見てくださいということで、まあ今現在、まあ初日で、まあ大体平均8000ぐらいかなっていう感じなんで、まあちょっとそこら辺ですね。見てもらえたらなと。え？これはもうすぐにフィーバーイン。あぶねー。これも早く使って、いや、いやー、なぞれんかったか。いいね。まあ、うん、まあ8000ぐらい消そうかなって感じですね。ミスったー。マジでミスった。なんで触っちゃったの。無理なんですけど。いやー、大ツムもったいね。おい、どうすかこれ。悪くはない。普通って感じだね。平均ぐらいって感じだね。おい、やべ、タイモムがめっちゃ暴れたな今。タイムボム上暴れすぎない？ちょっと上暴れすぎてない？あぶねーっていう感じですね。最後またボム出るんで9500万9600万ぐらい。おー、まんまい、あとちょっとでしたね。最後のタイムボム何だったんだ。はい、っていう感じで、こんな感じです。自分の使ってる方法は、まあ、もうちょっとその毎ツムなぞるとき早くできるかなと思うんですけど、まあちょっと手元取ってる影響も多少はあるかなと思うんですけど、まあ一応こんな感じで私はやっております。まあ、他にもね、やり方なんか空中消しができるとかっていうところとかも聞いていたりとかもしてるし、まあ、そもそも使う必要ないんじゃないかと、スキル中に特殊ボムを、はい、まあ、そういうところも、まあ、一応あるので、
まあ、またその辺もですね、ちょっと試行錯誤しながらやっていきたいと思うんですけど、今現状自分はこのやり方が一番合ってるかなと思うんで、まあよかったらですね、真似してやってみてもらえたらなと思います。はい、ということで皆さんぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。ありがとうございました。深い笑みに包まれ、くじけそうでも今日